あの時のあの一瞬の不和を描きたいみたいな。幸せそうな人たちとでもなんか目線がすれ違ってたり、光が当たってて影ができるみたいな、どっちもあるのが普通みたいな世界を描きたい。綺麗なところだけじゃない、描きたいのはこの世界のリアル。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家山本歩。幼い頃から絵を描くことが好きで、自然と絵描きの世界へ。作品のテーマとして選んだのは相反するものの共存。楽園だったり恋人だったり親密なものをよく選ぶんですけど、その中にも不穏さや悲しさみたいなのがあって、穏やかな光を浴びてて素敵な場所で、だけど実際には喧嘩してる恋人たちがみたいな、逆にすごい状況は悪いんだけどその中に親密さが生まれてるみたいな時とかもあって、プラスとマイナス、陰と陽、平等には存在しないからこそこの世界は面白い。だからこそこだわるそのバランス、鮮やかな部分と濁った部分がみたいな、50、50が正しいっていうところも別に疑ってる感じです。どっちも正しいとかではなくて、バランスを壊したい、どっちかが勝つかもしれないし、両方あるって空間に私はすごくここに自分がいるっていう実感を感じるので、そういう風に描きたいなと思ってます。無秩序な画面で描く世界のリアル、危ういバランスと様々な感情で塗り重ねられたその空間は、鑑賞者の記憶をたどり、それぞれのリアルとなっていく。多層的にしたいってものはずっとあって、記憶のことを思い出してみたりすると、何層にもこうベールがかかったように、ものが思い出されるように画面もなっていけばいいなとか思いつつ描いてるので、もっと崩すか、もっと整然させるか葛藤してます。それもそれで反したものがちゃんと共存してるって意味になってるかもとか。常に葛藤しながらも大好きな絵をこれからも描き続けていきたい、そんな画家山本歩が伝えたいこと。こう言ってくるとかっこいいなとか思うんですけど、そうなったことはあんまりなくて、でもゴールってまあ絶対想像とは違ってくるなと思ってて、ちょっとずつ近づいていってれば想像とは違ってもいいかなと思ってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家藤井香菜のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。